こんにちは。お天気をお伝えします。こちらの写真は今日午前中に撮影された函館五稜郭公園の桜の様子になります。星形のお堀の周りに桜が咲き誇ってまさに見頃になっていますよね。これを地上から見ますと、この薄ピンク色の桜と青空のコントラストが絶景となっています。今日にも気象台から函館の桜の満開が発表されるかもしれません。このように午前中はお花見日和になりましたが、午後の天気のポイントはこちらです。次第に南風が強まって天気は下り坂、にわか雨のところもありそうです。では今の稚内の様子です。こちらは先ほどから雨が降り始めました。午後3時の天気分布予想では全道的に曇って、道北を中心に雨エリアが広がります。道北以外でも道央やオホーツク海側ではにわか雨にお気をつけください。変わって今の帯広の様子です。こちら今の気温が 15.4 度、帯広では先ほど桜の開花が発表されました。平年より12日も早く観測史上最も早い開花となっています。では午後の天気と気温です。今晴れているところも雲に覆われて日差しがなくなります。道北を中心に通り雨がありますので、これから買い物に出る方は傘をお持ちください。気温は昨日より3度前後高いところが多く、札幌で14度、帯広と網走で17度まで上がります。次第に風が強まるため午後はあまり暖かさを感じられないかもしれません。変わって今の札幌の様子、創生川通りでも桜が咲き始めました。では週間天気です。明日は全道的に晴れてお花見にもいい天気となりますが、西風が非常に強く吹いて海沿いでは暴風の恐れもあります。週末から月曜日にかけては気温が上がらず花冷えです。道北やオホーツクでは冷たい雨が降り、峠では雪の可能性があります。週末のお出かけには冬タイヤが必要となりそうです。以上、お天気でした。